はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は不平不満文句ばかり言う人たちの実態ということで、まあ、ちょっとね、本編話していくと、そういう人たちにならないようにするためにはどうしたらいいかっていうような、決着になっていく、そんなお話をねしていくと思います。まあね、今の世の中もう文句たらたらですよね。政府がやることにしろ、会社がやることにしろ、人がやることにしろ、何にしろもうああだこうだってね、文句ばっかり言う人たち多いですよね。でこれもとある書籍の一節なんですけどね、まあ自分の心っていうのは自分以外の何者にも支配されない自由なものであるっていう結論を出した著者がいるんですよね。で元のエピソード、じゃあこれって何なのかっていうと、まあ、ある時ね、著者が電車を降りようとしてたんですよ。そしたら先になんか乗り込んできたおっさんがいたらしくてね、まあ、相当酔っ払ってたみたいなんですけど、なんか理由もなく急にね、ってなんか怒鳴り込んできたらしいんですよ。で言われもないことなので、まあこちらもそりゃ怒りたいところですよね。なんでそんなこと言われなくちゃいけないんだろうやろうって。ところが著者に関しては、なんかこの怒りを逆転させると面白いようになってる。要は怒らないで、なんかこうまた別の感情に持っていくことはできないかっていうのを考えたらしいんですね。まあ、こういったぶっ飛んだ考えがその時頭に浮かんだそうなんですよね。そしたらなんか怒りも喜びも結局自分の心次第で、それっていうのは実はコントロールできるものなんじゃないかっていう気づきを得ることができたらしいんですね。で改めて場面を振り返っていくと、確かに一瞬はそのなんか乗り込んできた酔っ払いがうるるるるるるるって言ってきたことに対して、まあ、怒りを覚えたんですけど、そのなんか酔っ払いに絡まれたことによって覚えた怒りをこうずっと持って一日中気分するかどうか、気分を悪くするかどうかっていうのは結局自分次第だっていうことなんですよ。でそれによって怒りを覚え続けるのか、いやなんか酔っ払いに絡まれちゃったんだよねっていやなんか面白かったわ、足フラフラやったしなっていう風に、まあ、笑って済ませるかっていうのは、まあ、結局自分次第だと。で他人に自分のコントロール、その起こった事実に対しての解釈っていうのは他人によってコントロールされずに、まあ、自分の心の在り方で決めることができるんだっていうことですね。はい。で、で、メディアに切れる人ってね、まあ、よくね、テレビとかね、新聞とかニュースとかに切れる人いると思うんですけど、まあ、とある人とのエピソードっていうので、まあ、載ってるものもありまして、なんかこれ今日雑ですね。で、不平不満ばっかり口にするタイプの人っていうことなんですけど、まあ、普通の人ならね、まあ、どうでもいいって思うようなことを、まあ、何でもかんでもなんかぐちぐち文句ばっかり言ってる人っているじゃないですか。なんか私は運が悪いとか、世の中嫌なことばっかりだとか、あいつが悪いこいつが悪いみたいなと大声を張り上げて訴えてる人っていると思うんですけど、ところがそれっていうのは実際そうなのかっていうと、そうじゃなくって、あなた自身が、まあ、その人自身がその色眼鏡で見ているからなんですっていうことが言えると。で実は文句ばかり言う人っていう、まあ、この人自身、まあ、このさっき言ったね、こっちか、不平不満ばっかり口にするタイプの人が、まあ、近くにいるっていう話だったんですけど、この文句言ってる人自身はね、世間一般で言うと、まあ、高収入に当たるタイプの人で、実は生活も仕事も恵まれているサイドだって客観的に見たらそう思うタイプの人間なんですよね。ところが本人がそう思えていないからこそ、なんか文句ばっかりが出てしまうっていうことなんですよ。だから恵まれてる恵まれてないとかっていうよりも、結局自分がどう思ってるか、どう解釈してるかっていうことが大事だっていうことなんですよ。で似たタイプの人っていう話なんですけど、なんかテレビに向かっていつも怒ってる人ってなんかいません？なんかさ、ニュースとかバラエティ番組でね、芸能人とか有識者の発言の、まあ、一部を取り上げて、なんかあいつの言ってることはなんかおかしいって言ってね、プリプリ怒ったりとか、今だったら SS さんとかね、なんかバイキングとかいう番組で SS さんがいるじゃないですか。なんかそういうのにプリ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 怒ったりとかね、まあ、僕もあの人はそんな好きじゃないですけど、まあ、それはいいとして、まあ、ちょっとした不祥事っていうのがあるもんなら、まあ、なんかね、なんで何の権利を持って言うか分かんないですけど、謝れみたいなね、発言がおかしかったりとか、芸能人が不倫をして、で、謝れって、私はあいつのことを一生許さないとかね、なんか最近も水泳選手の人が、なんか後悔していないみたいな、なんかニュースをこうバーンと出したことに対して、なんかヤフーコメントとかが、なんかもう、なんか応援する気にはニュリムシーンとか、いろいろね、許せないとかっていうのを書いてるんですけど、私たちの生活に対して、その人を応援しないこととか、なんかね、許さないこととかっていうことに対して、まあ、どんな不利益があるのって、その人が不倫したからとか発言がおかしかったからって、我々にどういう生活の影響があるのかっていうことを考えたら、もうプリプリ怒るどころか、あやっちゃったねって言って、もう我々は笑い飛ばすしかないと思うんですよね。当然その当事者同士っていうのはなんかこういろいろやり取りとかをして解決
プするためにいろいろとやらなくちゃいけないことはあると思うんですけどね、我々はそもそも関係ないということなんですよ。でそういったなんかね、こう何かしらにそのマイナスの感情を持っているっていうのは結局メンタルにも良くないんで不健康になっていくし早死にするっていうんですけど、そうならないためには結局ね、文句が止まらない人っていうのは世の中をそのように見てるだけなんですよ。あるいは、まあ、育ってきた環境がそうさせてきてしまったっていう可能性もあったりはするんですね。じゃあ自分がそうならないためにはどうしたらいいのっていうと、自分がなりたい自分を描き続けることっていうのが大事ですよっていうことなんですね。まあ、その一つのヒント、まあ、やり方としては1年後こうなっているのいいなっていうものを、まあ、毎日思い描くことっていうのが大切になってきます。でこれっていうのはなんか一見馬鹿げてると思うんですよ。なんかイメージでこういう理想の自分がある、それを毎日思い浮かべてたらなんかなったって、ところがこれまでの人生皆さんご自身振り返ってみていただけたら、まあ、普段自分が口に出していることとか、まあ、頭で考えていることとかっていうのが案外現実になっているという経験ってしたことがあるはずだと思うんですよね。僕大学浪人してるんですけど、高2くらいからいや俺浪人しそうだわっていうことをなんか断ることに言ってたら本当に浪人しちゃったとかそういうことがあるんですよ、うん、で多くの人の悩みっていうところなんですけど、じゃあこういうそのなりたい自分とか1年後こうなってたらいいなっていう自分になかなかこうなりきれてないのは一体何か、なんでかっていうと、何がしたくて何が欲しいのかっていうのがご自身で分かってないケースっていうのが結構多いんですよ。で目的地が分かってないのでとりあえず歩いてる状態だということなんですよね。だから目標もないのに目標達成するなんていうことっていうのは絶対ありえないわけなんですよね、うん、だから何が欲しくて何がしたいのかっていうことを真剣に考える必要っていうのはあります。でこれっていうのは言うことっていうのはすごく簡単なんですけど、実際見つけるのっていうのもめちゃくちゃ難しいと思います。でそんなポン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 出てくるようなもんじゃないとは思うんですよ。だからまずは毎日呪文のように1年後こうなっていたいなっていうものを、まあ、漠然とでもいいので思い上げ描いているっていうものを、まあ、頭で考えてみたりとか、それから言葉に出してみたりするっていうことが非常に大事だというふうに思います。でこれっていうのは流れ星の話がまさにそれに匹敵するなっていう僕個人の考え方があるんですけど、何かっていうと流れ星が見えた時に3回願い事をね、例えばどうでしょうね、世界一周旅行したい、世界一周旅行したい、世界一周旅行したいとかっていう願い事が言えたら、まあ、願いは叶うという、まあ、ある種おまじないのお話があったりしますよね。あれって個人的には本当のことだと思ってるんですよ。で流れ星が流れるのってもうわずか1秒ほどだって言われてるんですけど、1秒の間で多くの人は1回すらあ見えたっていう瞬間にあ消えたってなってもう願い事が出てくることすらないんですよね。ところが1秒で願い事がスッと出てくるっていうことは常にそのことを頭で思い描いていたりとか口に出してみたりとかしていて、思い描いているということは口に出しているということは無意識のうちにそれを叶えようと大きいものだろうが小さいものだ関係なくその努力っていうのを重ねているに違いないと思うんですね。だから、まあ、不平不満の話からね、まさか流れ星の話に発展するなんて、ってどんな変化球やねんって今日のね、動画をご覧になったかと思ってるかもしれないんですけど、まあ、結局は自分次第で文句だらけの世の中になってしまうのか、夢や希望あふれる世界になるのかっていうのは決まっていくというところですんで、まあ、ぜひですね、流れ星の話もそうですし、自分が1年後こうなってたいなとか、将来こうなっていたいなっていうものがあるんだとすれば、今の生活から抜け出すためには、毎日何か言ってみましょう。毎日思い描き続けてみましょうということが言えるという、今日はそういうお話でございました。ということで本日の動画ね、以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。